APOD。2014年9月22日。分天の地球。今地球は、分天を迎えています。これから24時間、地球全域で、夜と昼の時間がほぼ同じになります。今回の分天は、厳密には、明日の世界標準時午前2時29分に起こりますが、南北アメリカでは今日になります。この9月の分天は、冬が北半球に近づいていること、そして南半球に夏が近づいていることを告げています。分天では、地球の太陽に照らされている側と、夜の側を分ける線が、一時、地球の南北の極を通過します。今日の、ロシアの気象観測衛星、エレクトロエルが、去年の9月の分天に撮影した動画には、その分割の線が見事に描き出されています。このエレクトロエルは、地球の赤道のある地点の上空、静止軌道上にあり、常に地球の方を向いています。今日取り上げた動画には、30分ごとに新しい画像を撮影することにより、分天1日分の時間の流れが描かれています。そこには、分天の日が過ぎる間の、雲の動きや、海に反射する太陽の光が見て取れます。次の地球の分天は、3月です。明日の APOD は、火山性の光柱、です。